歌舞伎町において絶対的な地位を確立するホストグループ、グループ BJ。 これまで数多の億超えホストたちを輩出してきた。その中で確かな実力を持つグループナンバーワン店舗クラブ美談で月間最高売上3100万オーバー、年間最高売上1億8000万オーバー、さらに驚異の33ヶ月連続売上1000万オーバーを記録し、今もなお記録を更新し続けている。その男の名はセナモグ。今回圧倒的な結果を残す彼が代表取締役に昇格する。お客様から語られるセナモブへの思い、そして彼の口から語られることとは、今夜セナモブの歴史に新たな1ページが加わる。あー、マルスのオーナーだ。はい、小田健太郎から DJ ゴールドいただきました。昇格戦おめでとうございます。ありがとう。いや本当にね、こうやってね、毎回お祝いさせてもらって、美談のメンバーもねめちゃくちゃ仲良くしてもらって、そうよね、シャレにならんぐらいうちのバー来てくれて安くするんで、ぜひまたみんな来てください。本当におめでとうございます。よいしょ。お互いね、上がってってるけど、ここからね、もっと頑張っていきましょう。はい、僕もね、君の力になりたいなと思います。またね、行きましょう。いや、感じなかったですね、僕は。あっという間でもないですね。ただここで上がらなかったらどうなるんだろうなと思ってましたけど、うちって本当厳しいんですよ、グループ BJ が。そもそも役職基準、グループ B じゃない役職基準で僕が他のグループでやってたら、とっくに支配人だったよ、多分1年2年とかで。そうじゃないところで、もらえたっていうのは嬉しいかなっていう感じです。本当に仕事人って僕はイメージがあって、九条要社長が僕が入店した時に代表取締役で、なんかあの人のイメージが僕すごい太陽みたいなイメージだったんですけど、それとは結構真逆で、太陽と月みたいな感じですね。どっちかって言ったら黙々と自分で売り上げ上げ続ける、寡黙で自分のこと喋らないけど背中で見せる仕事人のイメージがあります。僕から見たら生粋の陽キャみたいな。僕は本当に陰キャ側なんで、なんか学校で言ったらもう3軍ぐらいの人間なんで、瀬名さんと出会ってやっぱこういう人がね売れていくのかなと思って、一軍を振る舞ってるんですけど、やっぱ瀬名さんにはねまだ勝てないですし、先月ねやっと僕ねナンバー2になれて、瀬名さんがナンバー1、ナンバー1なんですけど、ちょっとね足元見えてきたかなと思うんでね、いつかはね抜かしたいなって思ってます。従業員に全員に分け隔てなく愛を持って接してくれるかと思うんですけど、意外と結構はっきり言うんで、言い方ねちょっと焦げあるんですけど、まあ優しさあるなみたいなとこあります。この日のクラブ美談の営業も終盤に差し掛かる。しかし彼らの勢いはさらに増していく。私も少しでもそれに貢献したいと思うので、そうだよ
これからもよろしくお願いします。代表は僕入ってね、1、2ヶ月目ぐらいの時ですかね、ちょっと飲みに誘わせていただいて、いっぱい語ったこと覚えてます。あれがあったんでね、その1年後僕今もこうしてね、まあまだまだですけど、まあ、売れてる部類に入ってこれたんじゃないかなと思っています。この次でおーい、代表取締役監督おめでとうございます。本当に僕もね、結構姫様とね同じで、僕がね全く行ってない、くれてない時にね、代表にちょっと2人でちょっとご飯行ってもらってもいいですかって相談した時があって、そこからね僕もマジで二流だって言われて、ファーストとかマスターとかね、まあ、できるようになったんでね、本当に自分にストイックな背中をね尊敬してますし、自分でやらなきゃいけないんですけどね、尻叩いてほしいなと思います。はい、どうかコメントお願いします。次は僕が上がります。ありがとうございます。僕とはもうちょっとレベルが違うって思ってるんですけど、歌舞伎町って多分いろんなね有名なホストがいるんですけど、その中でもセナモブっていう名前、まあ、今でもある程度知られてると思うんですけど、歌舞伎町って言ったらセナモブぐらいの人になってほしいなって思いますし、そこの店舗の売れてる人に僕はねなりたいんで、もっとね SNS 活動頑張って、ちょっと僕も後で言われそうなんですけど、有名になってほしいなって思ってます。僕は今のまま突っ走ってほしいなと思います。結構今の代表好きなんで、あんまり言わないところとか、はい、結構なんか背中で語るタイプ、テスト勉強してないけど高得点取るタイプ、あれ結構僕かっこいいなと思ってるんで、代表ってそのタイプで今憧れるなーっていうのはちょっとあるんで、そのまま僕もああいう代表になりたいなって思ってるんで、今のままがいいですかね。店舗トップじゃなくて歌舞伎町でね、一番になってもらおうかなと思うんですけど、一番は僕がなるんで二番になってほしいと思います。おめでとう。あと歌もちょっと遅くなったけどおめでとう。キラキラの人に聞いてあげました。って感じですよね。ライブ会社本当にすごい生意気な感じだったけど、今でもねえこんななっちゃってもうやだよおじさん。本当にこれすごい抜かれちゃったんでね、まあ、ちょっと僕も負けないように頑張りたいですけども、まあでもね、間違いなく今一番ビデオを引っ張ってくれてるので、これからもねギャンギャン引っ張って人を辞めさせないようにね。そしてこの日のラストオーダー、ここまでクラブ美談のトップにふさわしい空間を作ってきたセナモブが超高額オーダーで終止符を打つ。当たり前を当たり前にできる人ってこの世界意外と少ないと思ってて、まあそれ人間だからいろいろミスすることもあると思うんですけど、その当たり前をずっとしてきてくれて、私もその分私にできることを返したいと思ってここまで頑張ってきたから、こう代表に昇格っていう大きな節目で隣に入れてすごい嬉しいなって思います。ずっとスナは自分自身に価値を見出し続けてきてくれて、だからこそここまでついてこれたし、これからもついていきたいってそう思える人だから売り続けるんだろうなって私は思うし、こういう人こそ私は人の目に立つべく人だと思ってます。ありがとう。歌舞伎町
全体だけじゃなくてもう一人の人としてこんな人にはもう出会えないと思うし、それくらい言葉にじゃ表せられないくらい私にとって大切な人です。誰が何と言うとお互いがなくてはならない最強の関係だと思ってるから、最強の男っていう意味でもまた類を下ろさせてもらいました。おこがましいかもしれないけど、砂が伸び詰めていく過程で私も手前をついていけるように最強でい続けたいし、砂にとっての自信にもなれてたらなって思うから、まあこれから別のね大変さがあるかもしれないけど、そうだよ大変だと思うけど、これからもまあ手を取り合って2人頑張っていけたらなと思います。それからも応援してるし、まあ大好きって言葉だけじゃ収まらない、足りないくらい、まあ、本当愛だなっていうのは思います。ありがとうごめん、僕最強で勝負おめでとう。ありがとうございます。一撃600万言ってくれたことすべて嬉しいです。で、僕ね、今日一回も君の宅についてないんですけども、はい、まあそれを理解してくれるぐらいね、いい女性だと思ってますし、ただみんなが売れてほしいし店売り上がってほしいなっていうふうに思ってるんで、まあ今日は混んでくれたりとか、まあみんなにとってプラスアルファの売り上げ上げれたらな、まあ、いいのかなって思ってるんで、それを利用できなかったら悔しいなって思ってほしいし、それを忘れないでほしいなって思います。まあ主役になってもそういう風な感覚になってしまったのは、まあ僕の立ち位置だと思うし、まあ社長ディレクターがね僕を育ててくれたので、まあ僕はそうならないといけないのかなってより一層思うんでね、で姫様はねそれを理解してくれてるし、本当にありがとうございます。つかないでもねこうやって600万やってくれたりとかねしてくれるのは、まあ本当に最強だし、まあ僕のね、まあ、理解者にいてくれるなと思うんで、本当に感謝しかないです。盛り上がってこい。ずっと思ってるのが選ぶらないってことで、一度こうそれで怒られたことがあって、もっと発言力あるんだから言えって言われたことがあるんです。逆に、まあ、選ぶれではないですけど、ただ僕は歌舞伎町ナンバーを目指している中で売らせてもらってるんですけど、歌舞伎の中ではでも一番じゃないんで悔しいんですよ。だしまだ全然僕そんなホストのレベル高くないと思ってるんで、お前らやれよとか、なんかおせっかいっていうか、そういう風になれなくて自分が性格上、それがこう自分の中で幹部補佐の時代からあるので、モットーとしては選ぶらないっていうのが一つと、まあ、同じ目線でやっぱやっていくっていうのは大事かなと思ってます。まあ代表とか、まあ、社長とかプロデューサーとかになった途端に、新人の時にしていなかった、してた、まあ、泥仕事を、まあ、しなくなるとかね、まあ、あると思うんですけど、それを、まあ、僕もしたいし、みんなと一緒にやっていこうぜっていう風な気持ちを忘れちゃいけないよねっていう、その信念を、まあ、持ってやっていきたいなっていうのはあります、はい、クラブ美談代表取締役瀬名モブ、お客様からの愛、従業員からの信頼、歌舞伎町トップクラスの実力、そんな彼が紡いでいく物語、今後の活躍がますます楽しみになる一夜だった。